明日も厳しい暑さは続いていきそうです。大阪では5日連続の猛暑日予想となってますね。そうですね、夏の高気圧かなりしっかりと覆っている状態がまだ明日も続くので、気温の方、全国的に高くなるわけですけども、大阪はまだまだ熱帯夜でもあり猛暑日となるかなと、そんな状況になりそうです。ではまず気圧配置の方から見ていきたいと思いますけども、こちらです。こちらが明日金曜日23日午前9時の予想天気図なんですが、日本海に中心を持つ高気圧がありますけども、これはいわゆる夏の高気圧ですね。日本付近をしっかりと覆っているといった状況となり、明日も気温の方各地上がってくるといった流れとなりそうです。総裁気温の方ですけども、まずは目立つのはやはり大阪ですね。最高気温は35度予想、最低気温は25度ということもあって、かなり広い範囲でこちら猛暑日もしくはそれに近い形となりそうです。最低気温も25度以上のところが多く、熱帯夜といった状態となりそうです。また北海道旭川は33度、札幌は31度の最高気温なんですが、北海道はここ1週間ほどですね、気温の方かなり高いという状態が続いています。気温のランクは平年並み、高いかなり高いというのがあるんですけども、その一番高いランクの状態がまだまだ続いている。明日もまだこちらかなり高い状態という形が入れそうです。ということで明日も全国的に、熱中症には警戒が必要かなと、そんな状況になりそうですね。はい、わかりました。こまめな水分、塩分補給、そして冷房の活用など熱中症対策を万全にお過ごしください。